おはようございます、ウィリーです。我が愛車 K1600GT です。車検に出すことにしました、ディーラーさんの方で。というのはですね、なぜかと言いますと、ユーザー車検をね、今年こそは、今回こそはやってやるぞと思っていたんですけれどもね、寒いでしょすいません、車検をディーラー、いつもの元ラド三岡坂井さんにお預けすることにしました。はい、で歩いて帰るのか電車で帰るということなんですが、台車をね出していただけることになりました。その台車はと言いますと、この R18 ではないんですよね。あれを台車に出してもらったらね、ちょっと怖くて帰れませんよ。ね、C400X ですね。はい、これに乗って今から帰ろうとしています。イグニッションのスイッチを押します。液晶がスタートします。かっこいい。かっこいいね。前、よいしょ。さてそれではエンジンスタート。はい、エンジンが回りました。ガソリンが入ってますね。ミラーも合わせました。さあそれじゃ帰りましょう。しばしのお別れ、 K1600GT 我が愛車よ、元気で帰ってこいよ。あの S1000 の XR ですか、新しいのが出てますけれども、あれをね、あの台車にお願いしたいなーなんて思ってたんですけどね、天気がね悪いんですよ、天気が。あの今ねこの大丈夫ですけど、さっきまでねちょっと風とともに、サリヌじゃないや風とともに雪がね回ってました。ということで路面がねちょっとこう濡れてるんですよね。ウェハーフウェット、まあこの辺り日が当たってるので乾いてますけどね、ハーフウェットでしたね。信号が変わりますね。まああの出だしっていうか加速感をちょっと味わってみようかななんて思いますが、おお、これはすごい、ほほほほほ、背中はぐっとこう後ろに引っ張られる感じしますね。まあ 350cc でねスクーターですからね、ちょっと侮ってましたけど、なかなかスピードを感じますね。ブレーキのね効きがすごくいいんですよ。はい、まああのどんなキャリパー、どんなねブレーキのシステムになってるかっていうのはわからないですけれども、すごく効きますね。これね足つきなんですけどね、私175でしょ、身長が、まあ足は短い方です、日本人体型ですとね、シートの先端の方に座るとかかとがつきますね。はい、でシートの中ほどに座るとかかとが浮きます、当たり前ですけども、まああのシートがやはりねスクーターなので、ボディ含めて広いので、広いっていうか幅があるので、どうしてもそうなりますね。でね、特筆すべきはあのこのグリップヒーターと、今シートヒーターをつけてるんですが、めちゃくちゃあったかいですね。はい、私いつも乗ってる愛車の K もですね、あのシートヒーターとグリップヒーターがあるんですけどもね、こっちの方があったかいですね。すごくあったかいですね、全然寒くないですね、さっきから。で、まあ、シールはこれだけのものですから、顔っていうか、フェイス、ね、フェイスシールドに風を感じますね。ですから、まあ、それはヘルメットで顔が隠されているので、顔は寒くないんですけどね、足元ですね、
膝から下というのか、この辺腰回りというのかな、この辺りがね風当たらないのであったかいですね。非常にいい感じです。あ、しまった、高速道路に乗るつもりだったんですが、まあ仕方がない、一般道下道で帰りましょう。高速道路ちょっとねざーっと流して、どんなあの走りができるのかななんて思ってましたが、しまった、乗り損ねました。まああのいいでしょう。BMW のエンブレムが輝いてますね。 C400X っていうことで、400とネーミングされてますが、実際は 350cc なんですよね、これね。で、 C の 400GT っていうのを以前、試乗させてもらったことがあるんです。で、今回はまあ台車としてこの、C400X の方をですね今借りてるんですけどもね、以前 GT に乗った時よりもちょっと印象が変わりましたね。 GT よりもこの X の方がなんか軽い感じがしますね。で、そういえば思い出してみると、こちらの方が軽いですよっていう声をね、以前あの GT の試乗した後にね、元ブログを出した後にそんなお話を聞いた覚えがあります。ちょっと周りがね殺風景なところへやってきましたが、実はあのここあの吹田市のあの、ゼロ系の新幹線がね あるところで以前見に来たことがあって、ふと思い出した、あそこちょっと駐車余地があったなっていう、あんまり人通りもないしちょっと殺風景なところなんですけどもね、この辺りちょっと開発されてると途中のところなんですね。公園があったり遊歩道があったり、まあそんなことはいいんですけども、はい、このバイクですけども、まあスクーターですけれどもね、非常にまあ乗りやすいですね。それからイグニッションのスイッチをオンにしてね、立ち上がって、それからこの真ん中のここにロックのボタンがあるんですね、シートロックので、開けるのはどこか、こんな感じです。まあ私今ナップサックを一つ入れてますが、こんな感じですね。やっぱヘルメットが一つ入るのかな、これ車検証ですね、入るかもしれません。二つ入るのかな。二人乗りができるバイクですからね、やはり二つ入ってほしいですよね。せっかくのあのシートの下の容量のところにね、広く取ってあるのにヘルメットが入らないで、ここにヘルメットホルダーをつけるっていうのは、そんな、ね、もったいないことできないですからね。サイドスタンド、メインスタンド、センタースタンドというのかな。まああのだいぶ前にね 250cc のスクーターにホンダのなんだったフォルツァだったかな、一時期乗っていたことがあるんですけども、まあ通勤ですけどもね、それから思えばすごく乗りやすいですね。なんていうのかな、エンジンもこんな感じでかかりますね。このバイクのね、この青い車体がね、今自分の乗っている K1600GT とつながる色なので、よく似た色なので、まあ今あのすごくあの喜んで乗ってます。この青い色がね好きなんです。
街の中でのその移動手段としては抜群にあの機動力がありますね。すごくこう加速がね、あのうっかりあのガバッとこうアクセル開いちゃうと70キロぐらいまであっという間ですね。まあそういうバイクですね、いやスクーターですね。非常にあの滑らかにスルッとこう走っていきますね。気をつけないと操作が簡単なだけにあの油断してしまってこう、ねえ、まあ正直なところね、私あのスクーターあまり好きじゃなかったんですよ。はい、あまり好きじゃなかったんですけどね、最近乗ってなかった部分もあって、こうやって乗ってみるとなかなかいいもんですね。はい、捨てたものじゃないなっていう気はしました。やはり2輪なので、非常に楽しませてもらえますね。ということで C400X ですね、 BMW のスクーターですが、の試乗をさせていただいたという形で今日の元ブログこれで締めくくりたいと思います。いつも最後まで見ていただきまして本当にありがとうございます。また次の動画でお目にかかりましょう。ありがとうございました。さようなら。